はい、こんにちは、夏林です。今回は初心者のためのギター講座ということで、コード譜を信じるなというテーマで喋ってみたいと思います。のっけからなかなか過激なことを言ってるわけなんですけれども、僕が世の中にある全てのコード譜に、喧嘩を売ろうっていうわけではないので、そんな勇気はさらさらないので、ご安心ください。最後まで、聞いてくれれば、僕の言わんとしていることがわかると思うので、とりあえず、わかりやすく言うと、そういう言い方になっちゃうなっていうところです。で、僕の YouTube チャンネルご覧の方っていうのは、割とこうアコギメインで、アコギでこう弾き語りをしたい人がよく見てくれてるのかなと思うんですけれども、弾き語りをする際にやっぱりその弾きたい曲があって、でその曲のコード譜っていうものを見ながらこう弾くと思うんですけれども、そのコード譜がですよ、今はこう割とこうなんだ無料で、インターネットでですね、いろんなサイトでこうコードが見れるような時代になってます。便利な時代になってます。僕もホームページを持ってて、ギターに弾き語り、ギターの弾き語り に最適なコード譜を大体350ぐらいは載せてるわけなんですけれども、そのコード譜を見て、その曲を弾くわけなんですけれども、その時にそのコード譜っていうものが、必ずしも合ってるとは限らないっていうお話なんですよ。で、全く初心者の頃っていうのは、無料のサイトであれ、コード譜、こういうふうな本であれ、それが間違ってるだなんて、みじんも思わないで、その通り、ここはこう書いてるからこう弾こうっていうふうに思うと思うんですよ。僕もそうでしたけれども。これがもしね、間違ってるなんて全く思いもしない、わけなんですけれども、実は、そうとも限らないぞっていうことなんですよ。要するに言いたいのはね、無料であれ、インターネットで無料で手に入るものであれ、それがお金を出して買ったものであれ、そういうことっていうのがあります。もちろんこういう本だったり、コード譜作る人っていうのはやっぱりそれなりにこう音楽知識がいっぱいあって、例えば音楽専門学校に通ってるような人がそのままこう音楽会社に入って、耳コピ担当になって、コード譜を作るっていうふうなこともあります。ちゃんとした音楽知識があって、そのコード譜を作るわけなんですけれども、そういう人が作ったコード譜でも、なんか弾いてると、いまいち、あれ、ここなんかこのコードで合ってんのかな、いまいちこうなんか弾いててしっくりこないなっていうことが思った方っていませんかね。僕は結構そういうのあったりするんですけれども、なので、最初の頃はね、もちろんギター始めたばっかりの頃はそんなことは 自分が悪いんだぐらいの気持ちで、接すると思うんですよ。そういうことがあったとしてもね。でもだんだんキャリア積んでいくと、ここのコード、こっちよりこっちの方がいいんじゃねえかなっていうことが、まあまああります。そういうことっていうのがですね、あるんですよ、やっぱり。無料であれ、お金を出して買ったものであれ、間違いっていうものはやっぱり必ずしもというか、あるもんだっていう前提のもとに、そのコード譜を見る。ということを、最初から疑ってかかるっていうわけじゃないですよ。やっぱりその、作ったものを参考に弾くわけなんですけれども、なんかあれ、なんでここ合ってんのかなっていうふうに思った時が、そういうことを考えるきっかけというか、始めというか、その一つというか、になると思います。そう思った
った時に初めて、じゃあそこにしっくりはまる行動って何なんだろうっていうふうに、自分でその行動を探してみる、という作業の流れになると思います。やっぱりそういうのってある程度こうキャリアを積んでいかないとわからないことですし、最初から、さっきも言ったように、最初から これは間違いだぞ、何が来るか分かんないぞみたいなふうに思ってその行動法を見るっていうわけではないんですけれども、ある程度こうキャリアを積んで、きて、その行動法を見た時に、あれ、ここの行動は本当に合ってるのかな、こういうふうに書いてあるけど、本当はこっちの行動がいいんじゃないかなっていうふうなことを、考えるようになると思うので、この動画を見た方がどれぐらいのこうキャリアで、この動画を参考にするかどうか分かりませんけども、全くギターをこれから、始める人っていうのも、後々には将来的にはそういうこともそういう場面に出くわすものなんだなぐらいに思っとくといいと思います。実際にあったことなんですけれども、NHK の特番で結構前なんですけれども、山崎まさよしさんがビートルズのポール・マッカートニーの前で、なんか対談する機会があって、その前で、その対談の中でポール・マッカートニーさんの前で「オール・マイ・ラビン」っていう、有名な曲を山崎まさよしさんがポール・マッカートニーに聞かせるみたいな場面があったんですけれども、その時に、ある程度、一通りこうバーって弾いて「おー」って拍手もらって、ポールさんに拍手もらって、でそのギターちょっと貸して、ここのコードはね、こっちの方がかっこいいぞっつって、間違いを指摘してあげるんですけど、ここメジャーで弾いてるけど、ここマイナーの方がほらかっこいいだろみたいな感じで、教えてあげるんですけど、山崎まさよしさんみたいな、もう音楽センスの塊みたいな人でも、そうやってなんかね、こう思い込みみたいなのがあるんですよね、やっぱり。ここはこう来たらこう来るだろうみたいな思い込みっていうのが必ずあって、それでこう、あ、ここは実はこうだったのかみたいな時があります。ああいう、レベルの人でも間違う時は間違うっていうようないい例だと思うんですけども、僕のサイトのコード譜も全てこう自分で耳コピーして、ある程度も元になるベースのものはあったとしても、自分で、弾いてみて、実際に弾いてみてしっくりくるようなコード譜作りっていうのを心がけてます。心がけてるつもりですけれども、それが100点とも思わない。100点とは言わないけれども、90点は取ってるなとか、95点は取ってるな、でもこれは自信作だぞみたいなのの集まりが僕のホームページのコード譜です。そういうふうにして、何が言いたいかというと、コード譜を作るっていうのは結構大変な作業です。その人の音楽センスみたいなのも問われるし、耳で聞いてそれをこうコードに当てはめる、特に弾き語りの場合はコードで全てその楽曲を再現するみたいなところもあるので、なかなか難しいところもあります。そういうのも含めて、でさっき言ったみたいなキャリアのある人でも、なかなか、思い込みでここのコードこうかなっていうふうにつけてしまう時もあるし、そんなふうにして、なかなかこう100点満点のコード譜っていうのはですね、なかなかないぐらいに思っとくといいかと思います。僕のサイトのコード譜も、100点を目指して作ってるんですけども、
たまにこう間違いに気づいて後からこっそり 修正したりもしますけれどもね。まあホームページであればそういうふうに後から修正も効くわけですけれども、もう本になってしまったものは間違いに後から気づいても、それをこうね、その人の家にまで行って書き直すわけにもいかないので、そういうところの難しさっていうのもありますけれども、だからまあ繰り返しになってしまいますけれども、まあある程度100点とは言わないまでも80点90点は取ってる高度譜です。それでもところどころで、あれ、どうだろうっていうところもあるっていうのをどっか頭の隅に置いときながら、その高度譜と付き合うと、よりこうギターっていうものの奥深さというんですか、高度、強いてはその音楽というものの奥深さ、コードをここにこのコードを当てはめるのはどうなんだろうなとか、もっといいコードがあるんじゃないかっていうふうに考えるきっかけ、そのきっかけからその音楽の楽しさというか奥深さっていうものを感じれるようになると思うんですよ。やってみると難しいですけれども、耳コピーですけどね。耳コピーっていうのは難しいですけれども、ここのコード、これだったのかっていうふうに、発見する喜びっていうものもあるので、まあそういうことに、ここのコード間違いなんじゃないかなっていうふうに思った時に、じゃあその正しい100点のコードっていうのは何なんだろうっていうふうに自分で考えて、で自分で探して、で100点に近づける、そういう作業っていうのは難しいけれどもすごく楽しいことなので、もし自分のお手持ちのコード譜になんとなく違和感を感じ始めてきてる方は、そういうことを、そういうものなんだ、じゃあ自分で探してみようっていうきっかけ作りにをしてみるといいんじゃないかなと思います。今回はこんな感じです。いかがだったでしょうか。参考になれば幸いです。では、今回はこんな感じで終わりたいと思います。さようなら。